皆さん、こんにちは。私は青森空襲を記録する会の相馬新吉です。これから少しの間、青森空襲と戦争というテーマでお話をしてみたいと思います。今日の進行予定ですけども、大きく4つに分けました。まず最初に、昭和初期の青森市の様子。そして2番目として太平洋戦争に突入の時期。3番目が今日の本題の昭和20年7月28日の青森空襲。そして最後4番目として1、2、3を踏まえて、広く戦争とは何か、どうしたら戦争を防ぐことができるのか、少し考えてみたいと思います。昭和初期の青森市の様子から皆さんに見ていただきたいと思います。これは青森駅の様子を写し取った戦前の絵はがきです。正面に見えているのが青森駅。駅前に市営バス、あるいは省営バスが写っています。ちょうど昭和、初期と言いますとですね、作家の太宰治が大正末期から、それから昭和の初期にかけて、旧制青森中学校に4年在学しております。ですから、彼が見た青森市の駅前の風景、これと同じだというふうに考えていただいて、結構でございます。そして、これは同じく昭和初期の新町通り、下新町、一番、東側にありました、松木屋という、当時は青森市で一番大きな百貨店、デパートです。で、この松木屋のですね、もう歩いて数分のところに、太宰治は親戚の豊田布団店に寄宿していますので、太宰の作品には松木屋のことはほとんど出てまいりませんですけども、間違いなく彼はここの松木屋で、いろんな用品を購入してるんだろうと思います。そして、昭和11年のこれが青森駅前の様子です。こういう具合に軍事色が強くなってですね、北海道で演習が行われるとか、そういう時に青森駅から出発しますので、街の中に軍人さんがこういうふうに行進している風景、あるいはまた演習から帰ってきて、割烹着を着た、婦人の方々がですね、こうやって、迎える、そういう、光景っていうのは、に見慣れてるふうになってくるわけですね。そして日中戦争が始まり、昭和16年の12月に、日本はアメリカと戦争することになります。昭和16年のこれが柳町町会のですね、様子を切り取った、これは絵はがきではありません。これを持ってた方からいただきました。柳町の文字が染められている朝旗を掲げて、出征の兵士を見送るというふうな場面だと思います。日中戦争、それから太平洋戦争に入って、戦場に出ていく兵士のこういう風景っていうのは、ごくごくありふれた風景になっていきます。学校、あるいは町内会でこういうふうに、空襲に備えて防火訓練も頻繁に行われるようになり、いよいよその戦争始まってるんですけども、空襲に備えて青森市民も訓練に精を出したというふうな時代でした。そして昭和20年、1945年7月28日、その運命の日、青森空襲の夜を迎えます。実は7月28日の夜が空襲でしたが、その大体24時間ぐらい前にですね、アメリカ軍は B-29 を飛ばしてきまして、空襲予告ビラと
というのを数万枚青森市の上空に巻きました。まあ、ただ風向きとかそれから、警察などの当局による事前の通告もあってですね、それを実際目にした市民というのは本当に少なかったそうでございます。この予告ビラの中に、星マークで書いてますけれども、このように、青森市西宮大垣一宮はじめこういう都市を空襲しますから避難してくださいというふうに呼びかけたビラが巻かれています。昭和20年7月28日に青森空襲、 B29 が60数機、飛んできてですね、10時あたりから1時間半ぐらいですかね、爆撃していきます。そして青森市の中心部のほとんど9割以上がですね、消失するということになりました。この赤色で塗っている部分が、空襲で全壊を受けた焼けてしまったエリアです。地図をざっと言いますと、ここが青森駅ですね。青森駅は市の中心部の西端にあります。そして市の東部の方を堤川という川が流れておりまして、上野の方からこれが東北線が入ってきて青森駅で、北海道へ行く人は、ここの青函連絡船に乗り換えるということで、ほぼほぼ、東北本線から海側北側のエリアが青森空襲によって消失したというふうに言っても過言ではございません。この多色刷りの版画はですね、平井淳二さんという青森空襲の時9歳だった方の体験をもとにですね、今平井さんの頭の中にある青森空襲当夜の様子をですね、多色刷りの版画にしていただきました。まるでこう花火の大会の夜のような感じで、もう昼間以上に明るかったというふうに平井さんは証言してくれています。空襲翌日のこれが蓮華寺というお寺の本堂が残っています。まあ、これは人工知能を使って自動カラー化して色をつけたわけですけれども、まあ、この蓮華寺の本殿がなぜ残ったかというと、コンクリート製の建物だったということで残っております。これは、戦争が終わった後昭和20年9月にですね、進駐軍が上陸してきて、その様子を上空から撮った進駐軍が撮影した青森市中央古川あるいは国道、ここは国道7号ですね、県庁の前を走る国道、そしてこの隊列を組んで行進しているのが進駐軍の兵隊たちでございます。こういう具合に、焼け残ったのはですね、コンクリートの建物あるいは土蔵の蔵、もう木造の建物一般民家というのはほとんど消失しています。今の青森市、75年後の青森市がどのくらい復興したかというのを、これ Google Earth で、同じような状況を見てみました。これがまあ昔のあの青函連絡船の場所ですね、青森駅です。そしてこれがまあ県庁の通り、青森県庁ということで、まあこういう具合に一つ戻しますと、ね、想像もできないぐらい、まあ復興したというふうには言えると思います。で、昭和20年の9月に、アメリカから爆撃のその調査団、どういう具合に青森空襲が行われ、その被害の状況とかを丹念に調べに来た調査団が
撮影した写真です。もうこれを見るとですね、国道4号、これが観光通り。こちら画面上の方が、青森湾の方ですけれども、実はもう米兵がこう、町を闊歩しているというふうな感じで、これは空襲から2ヶ月後ぐらいです。まだまだ、焼け残って、蔵とかコンクリートの建物だけがですね、見えているというふうな状況です。これは同じく爆撃調査団が撮影した、さっきと同じ地点から青森の東の方を撮影した写真です。で、ここで青森空襲の概要というのをですね、ちょっとまとめてみたいと思います。まず、8万3000本ものですね、焼夷弾が投下されて、旧青森市の中心部の9割近くが、空襲で焼失してしまいました。死者は今分かっているだけで1080名。これも分かっているだけの人数ですので、実際はこれよりまた多い人数の方が亡くなられていると思います。半数の方の氏名がまだ不明です。どこの、どなたか。半分しか分かってないということです。青森市役所はですね、我々、調査してくれませんかということで何回も申し入れしていますが、今の時代、個人情報を盾にですね、なかなか調査は難しいということでした。それから3番目として、1080名の方が亡くなられてるんですけれども、この亡くなられた原因をですね、辿っていくと、その半分、大半はですね、ほとんど7割、8割、下手すると9割ぐらいはですね、国の指導に従って、作った防空壕に避難した人たちです。空襲に備えてこういうふうな防空壕を各町内、各家庭で作っておきなさいと。そして、空襲にあったときは、その郊外に逃げないで、その消火に努めるために、まず防空壕に避難しなさいというふうに、お国の指導に真面目に従った人たちのほとんどが亡くなられております。ですから、ここから導き出される、教訓はですね、いつの時代も、あまりお国の言うことをですね、真に受けないで、やっぱり自分の頭で考え情報を集めて、いかに生き延びるかということを考えた方が、いいということがわかると思います。次に青森空襲の特徴を、これもいくつかありまして、5つほどにまとめてみました。まず火力を強めた新型焼夷弾 M74 六角焼夷弾というのが、投下された。まあ、そのためにですね、面積の割に、被害が多かった。死亡者の人数も多いというふうに言われております。2番目として、非戦闘員の市民直接攻撃の避難をかわすための予告ビラが投下されたんだけども、軍とか警察などが回収し、情報が市民に伝わらず、被害が拡大したということが言えます。で、三つ目として、関西機攻撃で事前に郊外へ避難した人々が、県知事に避難を禁じられたために、市内へ戻り、被災し、被害が拡大したと。要するに、郊外、青森市内の郊外の方にですね、山手の方に、せっかく市内に来た人たちがですね、消火のために誰か残れと、あるいはまあ偶然なんですけども、その7月28日まで帰ってきて、配給券を受け取らない人には、その食料なんか行き渡らないよというふうな、その2つのことが重なってですね、
死亡者の数を多くしたというふうに言われています。で、青森市がなぜ、空爆の対象になったかというと、北海道からの石炭、それから食料輸送の要所であったために、7月14、15には多数の青函連絡船が攻撃を受けているわけですけれども、その後また、さらにまた、今度は市内が、人々が住むところが狙われたということです。そして5つ目として、ポツダム宣言を黙殺したその日の、無差別銃弾爆撃であったということです。ポツダム宣言をもっと早く受諾しておけば、青森空襲で1080名の方亡くなられていますけれども、それが避けられたということです。戦争指導者の責任は重いと言わざるを得ません。太平洋戦争時の日本の空襲がどういうふうに行われたかというと、最初はですね、本土の初空襲というのが1942年、4月18日。これはまあ空母から爆撃機が飛んできて日本の都市を狙って上海あるいはウラジオストックに、帰るというふうな感じで空襲が行われていたと。それが1945年の3月にですね、実はここの右側の地図にありますように硫黄島が完全にアメリカ軍の占領下になって、ここに、アメリカ軍がもう早急に、飛行場を作るわけです。そして、それ以前はですね、右の図にありますように、B-29 の、長距離の飛行、航続距離をもってしてもですね、行って帰ってくるまでの距離を考えると、マリアナ諸島から出発した場合にはですね、仙台あたりまでしか、空襲を行えれなかった。そして、さらに北方、北にある硫黄島がアメリカ軍によって占領され、ここに飛行場を作ることによって、今度はギリギリ、青森市まで B-29 のですね、爆撃の可能範囲に入ったということです。海の向こうには、青森よりももっと大きな港とか拠点になっている函館があるわけですけれども、函館まで爆撃に行くとですね、帰ってこれないということで、ギリギリ、硫黄島の完全占領が、距離 B-29 の航続距離的にもですね、その狙える範囲の中に入ったということ、このこともまた青森空襲の被害を大きくしたというふうに言えると思います。では最後に、なぜ戦争するのか、戦争とは何かということを少し考えてみました。これ、いろんな本を読んで私なりに、ちょっとまとめてみました。定義として、異なる政治統合を持つ集団間における組織的武力衝突のことをですね、戦争というふうに定義されているようでございます。まず大きくポイントになるのがですね、政治的統合を持った時代でないと、いわゆる戦争というふうな、組織的な武力衝突にはならない。当然、その古い時代にはですね、もう何十人かでこう、ちょっとしたいざこざ、ひょっとしたら、偶然人を殺すということもあったかもしれません。でもそういうのは、いわゆるその、戦争というふうな言葉の中では入ってこないということです。それから、命令する人と服従する人がいて、初めて戦争というのは、成り立つわけです。これはやっぱり軍隊という大きな組織がないと戦争というのは始まらない。で、軍隊というのは一番上に、命令する人がいて、
その命令に従う兵士が下にいるということで、軍隊の成立とともに、まあ、戦争も始まるということですね。で、なぜその命令に服従する人と命令する人がいるかと突き詰めて考えてみると、これは人間が言葉を発明したことによる、大きなしっぺ返しだなと私は考えています。そして三つ目として、同じ種同士が殺し合うのは実は地球上で人間だけなんです。人間以外の動物は、まあ、それは喧嘩はする、闘争はするけども、仲間の相手の喧嘩相手の命を奪うということはしないんです。その直前でやめる、威嚇して、まあ、ちょっとこう傷つける、それぐらいで、やめるわけです。そういうのを見ていると、人間というのは同じ種ですよ。同じ仲間なのに戦争が始まっちゃうと、もう相手を殺してしまう。もう人間以外の動物にも顔向けれないですよね。そういう意味では人間というのはこの地球上で一番愚かな生き物もなんでないかなというふうに私は思います。そして領土の変遷、これを見るとほとんどが戦争の結果ですね。今の世界地図見ても、大国の領土がいつ決まったかというのは、世界史を学んでいけば大体わかります。その戦争の結果で減ったり拡大したりしてるわけです。こういうのを見てると、国の存在というものが戦争を引き起こすということがわかるかと思います。では今度は日本の戦争の起源、どの辺にあるのかということで少し調べてみました。縄文時代、これはまあ1万年ぐらい続くわけですけども、狩猟採集経済で、土地所有のない時代、ここは私の土地だって囲う必要がないわけです。そこで、食料が、木の実が、山野のそういうものが取れなくなったら移動して豊かな取れるところに行けばいいわけです。ですから、戦争の明らかな痕跡、考古学的な発見というのはないと言ってもいいぐらいです。で、次の時代の弥生時代になりますと、これが大陸から稲作が伝わってきて、稲っていうのは考えてみるとですね、保存食なんです。保存が可能。縄文時代の狩猟採集経済のやっぱり木の実とかってはですね、本当に、翌年までぐらいしか保存が効かないわけです。そういう意味では米は保存可能で、それが富というものを生み出すわけ。貯めておけばそれが富の蓄積になる。そしてお米を作るためには、限られた土地を自分たちで春から秋の収穫まで、動物の被害に遭わないように、他人から奪われないようにということで、土地を囲い込む必要があります。そして、狙ってくる富の集積を狙ってくる、もうあそこの集落たくさん米を持ってるというふうなことで、もういざこざが始まる。そのために村の周りに防御の堀を巡らすということが出てきます。そして、西日本の方に行きますとですね、実際、佐賀県の吉野ヶ里遺跡の今写真出してますけれども、こういう具合に亀棺の中にですね、ここ首がないわけですよね。首がない遺体を合わせ口、亀棺二つ、口のどこを合わせてですよ、こうやって保管、埋葬してあげてるということはですね、その集落にとっての栄誉ある死をしたからこうやって手厚く葬ってるんですね。もう間違いなく戦争をやって人殺しをして、まあこの人は首を切られて、まあそれが
戦い終わった後に、自分たちの集落のところに持ってきて手厚く葬っているということです。こういう状況は前の時代の縄文時代では出てきません。そういうのを踏まえてまたちょっとまとめてみました。弥生時代以後、江戸時代を除いて大きな戦争のない時代はほとんどありません。太平洋戦争以後75年間日本は戦争していません。これは世界に他の国を誇っていいことだと私は思います。攻撃性は人間が本来持っている性質だとも言われています。戦争の歴史を学び、再び戦争を起こさないために私たち一人一人が何ができるか常に考え続けることが大事だと思います。戦争への火種は私たち一人一人の心の中に常にあります。もちろん政治指導者の影響も強いと思いますけれども、政治への無関心は再び私たちは戦争指導者に騙されたと言い訳をすることになります。太平洋戦争が敗戦で終わって、一般市民の人たちは、いや戦争指導者に我々は太平洋戦争中に騙されたんだ、マスコミとかが、ちゃんとした正確な情報を伝えなかった、そのために騙されて私たちは、戦争に協力したんだ、そういう言い訳はですね、私はやっぱりしちゃいけないんだろうと思います。こういうことで、自分なりにですね、青森空襲の歴史を踏まえて戦争とは何か、そういうことを考えてみました。少し話が上満になったかもしれませんけれども、最後までご清聴ありがとうございました。